こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは体験談の第5弾、コメント感謝守護霊にまつわる体験談をいただきましたということでお送りしたいと思います。守護霊にまつわる体験談ということで、過去にも何回かね、コメントをいただいたり、メールでいただいたりとかした体験談をですね、ご紹介して、それについて、ちょっとコメントを私の方でさせていただくという形で、シゴスピラジオで、ね、やってまいりましたけれども、今回は第5弾ということで、また3つほど、守護霊にまつわる体験談をご紹介させていただきたいと思います。そういうことでですね、まず第1個目の、体験談を読まさせていただきます。私は自分の容姿に自信が持てませんでした。いわゆる現代の美人の条件に当てはまらない部分が多く、流行りの女優さんを見るたびに自分との違いを多数見つけ嘆いていました。ある時守護霊様に、自分を好きになりません、綺麗だと思いません、だって私は〇〇だし、それは現代ではブスだと思われているし、などとひたすら愚痴をつけました。愚痴を言ってからほどなくして、職場に短期のアルバイトの子が入ってきました。年下で美人ではないけれど、なぜか魅力的な子だなと感じるのです。なぜ彼女は魅力的なんだろうと考えてみると、彼女のある特徴に気づきました。そしてその特徴は、私が以前多くの人から褒められた特徴と全く一緒だったのです。私が褒められた当時は、それがそんなに良いとは思えず、あ、そう、ありがとうくらいだったのですが、赤の他人でその特徴をうまく活かせている人に会って、こんなに魅力的に映るものなんだと初めて気づきました。その後も容姿に自信が持てなくなるたび、守護霊様に悩みを打ち明けると、欠点の克服法を知ったり、同じ欠点を持つ美しい女優さんの存在を知ったり、とある国ではそれが美人の条件と言われていると知ったりなど、さまざまなサインを受け取りました。社会の美の基準は変化しておらず、私の容姿も昔のままですが、今では私の中の美の基準が変わり、さまざまな魅力があること、それを生かす努力こそが大事であることに気づきました。今でもたまにテレビを見て容姿を比例して悩みますが、昔に比べて落ち込むことは少ないです。守護霊様にその気持ちを正直に打ち明け、また新たなサインを受け取り励まされ、何かに気づき自分を生かす努力をするようになる、今はこのサイクルが繰り返されていますということで、体験談をいただきました。そうですね、守護霊様ってね、このお話読んでまず一つ言いたいなと思ったのは、守護霊様ってね、結構愚痴聞いてくれるんですよね。なんか守護霊様だから次元の高い神霊だから、なんかすごくこう意義を正して、こう真面目に語りかけなきゃいけないっていう風に結構思われがちなんですけれども、守護霊様はその次元が高い守護霊様ではあるんですけれども、こちらのね愚痴も結構受け止めてくれるんですね。だから意味のある投げかけを常にしなければいけないということではないんですよね。もちろんなんか意味のあることをこうどんどんね質問を投げるとか問いかけるとかいうことももちろん大事なんですけれども、もうちょっとしたことでも愚痴でも最悪いいんですね。何にも言わずに守護霊の存在を忘れきっているよりは、とにかく守護霊様がそこにいて、どんどん愚痴でも何でも言ってる間はそこに守護霊様がいるというふうに意識が向くんで、つながりやすくなるんですね。だから非常にこれは一つのね例として、自分の例えばコンプレックスがあって、そのコンプレックスで悩んでるんですということをこう、ね、誰にも言えないのであれば、守護霊様にどんどん言い続ける、語りかけ続ける、ね、そうすると、必ずしもその、ね、直球の答えが返ってくるかどうかともかくとして、その人が例えば気づけなかったことに気づかせてくれるというね、このご投稿内容にあるように、こう他人の口を通して、自分はこういうところがあなたは素敵なんだよっていうふうに、教えてくれたりとか気づかせてくれたりというふうになるという感じで、そういった形での返事っていうものもあると思うので、そういうのね、こんなことは
守護霊様に言ったら失礼に当たるとかね、あんまりこう難しく考えるよりも、とにかく語りかける、ね、時間や、ね、回数、あともう頻度を上げていく方がいいので、こういう、まあ、守護霊様とのコミュニケーションっていうのもいいかなと思いますね。まあそんな感じで1個目体験談を読まさせていただきました。でじゃあ続きましてね、早速2個目を読まさせていただきます。2年ほど前、バレリーナ体型に憧れて Amazon で評判のバレエ用エクササイズ DVD を購入しました。レビューを見ると、さまざまなエクササイズ DVD を制覇してきた猛者たちが、最もきついが効果は適面と太鼓判を押していました。送られてきた DVD を早速やってみると、ゆっくりした動きなのに信じられないほどきつく、歯が立ちませんでした。日を改め、何度挑戦してもあまりにも辛くて心が先に折れてしまいます。私が今まで生きてきて使ったことのない筋肉でした。しかし、バレエ体型への憧れと効果は適面とのコメントが頭から離れず、藁をもすがる思いで守護霊様に、おそらくここが今の私の荒み玉の限界だと思うが、なんとかこの壁を越えさせてほしいとお祈りをしてから行いました。すると、辛い、もうやめたいという気持ちが不思議と和らぎ、無心になり、きつい動きが数回出てきました。当然ひどい筋肉痛にはなりましたが、筋肉痛完治後はお祈りしてからエクササイズを習慣にすることで、少しずつ前に進むことができ、ついに DVD を最後までやり遂げることができました。それからは心が折れてしまうような辛い物事を乗り越えてなければならないときは、必ず守護霊様にお祈りしご助力をいただいています、ということで体験談をいただきました。これはですね、まあ、何かを成し遂げる、ね、ことって、まあ、成し遂げたいと思う、まあこうね、目標とかあって、でそれに対して、まあ、人は努力するわけなんですけれども、まあ、よく、ね、なんか守護霊様にお祈りしても、ね、自分で努力しなきゃダメなんだよなんて、ね、言う人もいます。それはおっしゃる通りなんですね。自助努力といって、何らかの行動を起こし、自分で目標を達成するために頑張るということはもちろん必要なんですね。だけども勘違いしてはいけないのは、自分だけで頑張ろうってするとね、やっぱりね、難しかったり、壁にぶつかった時に乗り越えにくかったりするんですね。もちろんものすごい気力とね、ものすごい精神力のある人はそれでもその乗り越えてやっていくんだっていう風にできるかもしれませんけれども、やっぱりその何かを頑張ろうと思うと、その反動みたいなものが来るんです。反作用みたいなものが、でそれに負けてしまうことが多いんですね。でまあ、それを乗り越えられる人であったとしても、やっぱりこうより高く乗り越えていけるのかっていうのは、やっぱりその自分の意思プラスアルファ、その背後のね働き、その守護霊様のその力添えっていうものがあった方が、より高く超えていけるようになるので、まあよくね、このどうしてもその守護霊様に語りかけましょうとか、お祈りしてご助力を得ましょうみたいなお話をしてると、やっぱりそういうなんか、いやいやそんなね、守護霊に頼るなんてね、間違ってると、自分で努力してやるべきだという方が必ずいらっしゃるんですけれども、もちろんそのそれは大事な要素です。絶対的に守護霊様にお祈りさえしとけば何でも OK とかね、何でも乗り越えられるということではありません。だけども自分だけで努力するんだっていう気持ちだけで何かをなそうとするときには、やっぱりそのね、弱くなっちゃうんで、守護霊様と一緒になって自分も頑張るし、ので守護霊様もどうか一緒に頑張っていただけないでしょうかという気持ちでね、こういう感じで、まあ、語りかけていく、お祈りしていくと、その分こう後押しが加わるので、こう乗り越えやすくなると。なので大前提として自分なりの努力をする、これは当たり前のことですから、あえてまあ語ってませんけれども、だけども自分がやるんだっていう気持ちだけでやるよりも、自分と守護霊様のね、その守護霊の団体、守護霊団もグループ化されたグループ霊団もね、全部がこう味方してくれるんだっていう気持ちでお祈りをし、やっていくと、それ以上の力が出てくるっていうね、そういったことを実感すると思いますので、ぜひですね、そのまあ、いや自分はそういうものに頼るのは間違ってると思うので、努力だけしますっていう人はね、まあ、ちょっとだけその柔らかく、頭を柔らかくして、努力はする、精一杯の努力はする、プラスアルファで守護霊様にもお助けいただこうというね、
そういう気持ちで、ね、語りかけとかお祈りとかもしていただけたらね、別におんぶに抱っこでこうなんかお願いしますお願いしますっていうのだけがお祈りではないし、守護霊様との交流ではないので、そういう意味で自分の努力をより高めていただくための、まあ、語りかけでありお祈りというふうに考えると、まあ、いいかなということを、まあ、感じさせてくれるね、まあ、体験談ではありましたね。ということで2個目を読まさせていただきました。続きまして3つ目をこれから読まさせていただきますね。それでは読みます。いつもお世話になっています。天心様、いつもラジオありがとうございます。ありがとうございます。いつも聞いていただき、今回は私の守護霊様の体験を書きます。今から数十年前になりますが、下り坂の道路をバイクで走っていたら道路の一部が陥没していました。危ないと思いましたが、スピードが出ていて避けられず、陥没の中に前後の車輪がはまりました。バウンドして陥没の穴からバイクは出たのですが、ハンドル操作が効きません。対向車に大型トラックが迫り、死体のあたりに生まれてから、今までのことが映画を見るように見えました。あ、もうトラックにぶつかり死ぬんだなと感じた時に、なんとバイクごと見えない力で左の路肩に、路肩に引き寄せられたのです。それも転倒もしないで路肩に乗り上げて止まりました。止まったバイクを見ると後輪が L 字に曲がりロックしていたんです。今から思うと、あのぶつかるって思った瞬間に丸い玉の中にバイクごと包まれた感じになっていました。私はこれは今まで守護霊様のお力だと思います。以上私の体験でした。ということでご投稿、ご体験談をいただきました。ですね、まああれですね、これ典型ですよね。命の危機が迫っている時って守護霊様は全力で助けようとしてくれるわけですね。守護霊様が、まあ、もう直接的にすごく集中的に動く瞬間というのは、その人が本当に危険に遭遇した時か、思いっきりがもうなんていうか、高い壁に挑戦しね、高い目標に挑戦して頑張って、そのままではね、その高い目標をねクリアできないって思う瞬間か、命の危機が迫るようなもう絶対絶命の時、こういう時には守護霊様が全開で守ってくれるわけですね。ただしもちろんそのまあその人それ人それぞれのやっぱ命数とかねいろいろあるので、なんていうんですかね、命数がもう突きかけてるような感じの時にそういう事故に遭ってしまうと、ちょっといくら守護霊様でも守りきれないという部分はあったりもするんですけれども、そういう場合じゃない、まあそのなんていうんですかね、大事故に巻き込まれそうっていう時には守護霊様がガッと全力で来て、なるべくこうね、そういった災難をね小さくしてくれるようなねものを、そういう守護をねしてくださるわけですよね。で今回のご投稿の場合はもう本当に本来なら死んでもおかしくないという状況ではありますけども、で死んでもおかしくないし、助かったとしてももうものすごい大怪我して、下手すりゃ本当に植物人間になっちゃうとか、あるいは下半身不随で動けなくなって一生車椅子に乗らなければならないとかねっていうレベルだったものが、こう無傷でね、もうほとんど無傷で済むというようなね奇跡が起こったわけですよね。だからそれものすごく守護霊様頑張ってくださったと思うんですよね。でやっぱりそのいろんなこう霊界のねこう歪みとか流れとかあって、サイクルの落ち込みの時期とかあって、どうしても危ないという時期ってあるんですけども、そういう時にはこうね非常に人間というのはそういう災禍厄難に出会いやすいんですけども、そういう時にも守護霊様はこうねガッと守ってくれるというねいうこともありますんでね、だからもう日頃からねやっぱり守護霊様に語りかけていくっていうのも大事ですけどね、うん、こういうギリギリの時にはもうかなり全力で守ってくれるという部分もありますので、まあ、全力の、ギリギリの時は大丈夫なんだって思わずに、やっぱり日頃から語りかけてた方がよりその守護霊様も動きやすくはなるので、うん、
まあ、そういう意味でも、まあ、日頃からね語りかけていくということも大事なんじゃないかなと思いますね。まあ、このお話は結構典型というか、守護霊様必死でこうねギリギリのところで守ってくれましたというお話かなと思います。まあ、そんな感じでね、今回も、守護霊にまつわる体験談3つほどご紹介させていただきましたけれども、皆さんもねこれ何かの参考にしていただけたらなと思います。で、まあ、まあ毎回言ってますけれども、守護霊にまつわる体験談ということで、まあいろいろと募集しておりますので、まあその何かありましたら、コメントね書いていただいて、あるいはメールの方でもいいですけどもね、ご投稿という形で体験談ですみたいな感じで送っていただいても構いませんので、まあ何かありましたらどんどんご投稿いただければと思います。ということで今回も、守護スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。